は小平北東京公園に移設して、元の大原高校の地域に2009年に開校された近畿地方の一般校です。合唱部は現在の民間部で、1年生から3年生までの全員中学生で、活動しています。4月に行った新規演奏会など、最上級生の6年生が7名に出て、それ以降は少人数での部活動になりましたが、みんな、これまで以上に元気に熱心に合唱に取り組んでいます。例年、新規演奏会、サマーコンサート、文化祭日の発表に加えて、9月18日に、ヤシン平塚文化、芸術ホールで開催される第8回七夕コンサートにも参加する予定です。よろしければ、ぜひお知らせしてください。どうぞ、美しいハーモニーをお聴きください。こんばんは、平塚中等教育学校合唱部です。私たちが今日歌う曲は、ずいずいずっころばし、江戸の子守唄、ホタル恋の3曲です。昔から親しまれている童謡をアカペラでお送りします。このイベントがこれからも、できるような平和がずっと続くように祈りを込めて歌います。
どうもありがとうございました。宮下中等教育学校合唱部の皆さんにもう一度拍手をお願いします。